小金井市立緑小学校は東京都小金井市緑町を4丁目にある市立小学校。市内で8番目の公立小学校として1969年にできた。緑小学校は小金井市立小金井第二小学校と小金井市立小金井第三小学校の校区の一部編成外により1969年に開校した。当時はドーナツ化現象により 都心から郊外へと人が移ってきた都市であった。そのため、蒸気で挙げた、小学校のみでは収まりきらず、緑小学校が誕生した。それでも、あまりの人数に校舎建設が追いつかず、しばらくはプレハブ校舎での勉強を余儀なくされた。校庭も整備が追いつかず、ひとたび雨が降ると、校庭は水たまりだらけになってしまった。1995年、 卒業制作として、ビオトープが作られた。ビオトープは、オタマジャクシや、カナヘビ、アメンボなどの水生昆虫、運が良いと鳥たちもやってくる。多くの昆虫や、爬虫類などが生活する自然豊かな環境である。関野町1の2丁目、緑町2丁目3から5.11から14.1617番、緑町3の4丁目、本町3丁目、 桜町一丁目 AB 学校の概要小金井市立力小学校2021年9月13日閲覧平成29年度オリンピックパラリンピック教育アワード校を決定しました東京都教育委員会2021年9月13日閲覧コミュニティスクールの仕組みについて小金井市2021年9月13日閲覧 通学区域、小金井市、2021年9月13日閲覧、ありがとうございます。